準決勝第6ゲームです。愛子恵子プロと柳美穂プロが入りました。準決勝には9位で入ってきています愛子プロです。さあじっくりと見て、まずは第1フレーム1投目来ました。ストライクです。アベレージは 223.44 ということになります。ここまでの、ね、全体的に高いですからね、アベレージが ね、はい、皆さんいい感じで投げ続けています。そして準決勝には10位で入ってきました柳美穂プロ。さあ第1投目はちょっと薄いですね、はい、カウント8ということになりました。昨年プロ入りしました41期生、はい、223.40 のアベレージをここまでは上げています。まだ若い、20歳ですね。そうですね、非常に小気味いいボーリングっていうんですかね、はい、見てても本当にいいですよ なんかね、気持ちいいですね、テンポ感がある感じですよね、はい、本当にその通りですね。さあここでスペアを取りに行きますが、このスペアが、ね、意外とクセモンで、ね、難しいんですよ。第1フレームはオープンスタートということになりました柳プロです。ちょっとご覧いただきましょう。難しかった、てかもうこれね、本当にこれチョップっていうね表現するんですけど、はい、前しか倒れない、はい、そうですね、私も現役時代これ大嫌いなスペアでしたね。あ、そうでしたか、はい、さあ一方の愛子プロはダブルを狙いに行きます。全くのリリースミスですね。リリースミス、はい、ボールがこぼれちゃったっていう表現をするんですけど、はい、もう少し手のひらもしくはフィンガーでボールを少し長く持っていたかったんですが、早く落ちてしまいましたよね。ですからボールが早く曲がってしまいましたね、まあ、ちょっとしたところで本当にコントロールが、そうですね、まっすぐ目に投げてるんで、少し内側のミスっていうのがやっぱり許されないレーンなので、その辺はやっぱり気にして投げてるんですけど、ちょっとリリースミスするとああいうスプリットになってしまいますんでね。なるほど、気をつけたいところですね、はい、さあこちらのレーンはやはり2本残してしまいました、はい、柳プロ。ここの中継レーンは、はい、こう皆さん最初からこううまくいくというプロが少ないんですよね。なるほどね。やはりこうレイドしてますんで、まあ、前のイメージとかあるいは2つ前のイメージっていうのを多少持ちながら来るんですけど、まあ、選手同士でね、お互い少しずつは情報交換とかできてるんですよね。だからちょっともしかしたらここが早いなっていう感じで受けてはいるんですけど、自分の思ってる以上にボールが切れてこない、少し油がこう伸びていってるような状態がちょうどこの6ゲーム目ぐらいかなっていう感じしますね。なるほど、はい、今日は人数がボックスっていうか1レーンに1人ずつしか入ってませんので、はい、レーンの変化というのがちょっと遅く出てくるんですよね。ちょうど、5ゲーム目6ゲーム目ぐらいでまた第2の変化みたいな、第1の変化というのは練習ボール終わったぐらいで出るんですが、はい、その後ちょっとずっと同じような状態で来てるんですけど、ちょうどこの辺が5、6、7ぐらいでまたちょっと変わるかなという感じですね。なるほど、はい、さあここはしっかりと取りたいところです。はい、ナイスカバーです。この残りピンダブルウッドっていうんですけど、はい、2本並んでるようには見えますが、実際ピンのとこ行ってると相当離れてますんで、これもしっかり狙ったところ行かないとスペアが取りにくいということですね。はい、今は本当に教科書通りのスペアでしたね。はい、柳プロは第2フレームスペアです。ただやはりこの考えてる表情がね、はい、どうしたものかというところがある感じでしょうか。だいたい第1フレーム第2フレームぐらいで左右の連投げますので、はい、そこで意外とこうどういうふうにこう変化してるのかなっていうのが分かるような、ね、感じなんですけど、はい、それがまあ今こう打ってないっていう状態ですね、はい、さあ第3フレームの愛子プロ、うん、これはいいでしょう。綺麗に入りました、はい、ストライクです。いやフォームチェックを、はい、そうですね、お願いします。愛子プロなんですけども、はい、後ろから見ていただくと分かるように、今ちょうどプッシュアウトしてダウンスイング行くときに、ちょっとここで手がまっすぐじゃないといけないんですね、ええ、でさらに、その後リリースに行く瞬間なんですけど、手のひらが今ちょっと内側向いてるんですけど、はい、真上に行くような感じ、ええ、
これを今心がけてるそうなんですよ。というのはボールの回転を縦にかけた方がピンは飛びやすい今のボールは。ということでボールをなるべく回さないように手のひらで押すような感じでっていう、はい、リリースをしてますね。今のはできてましたね、はい、はい。ピンに向かって縦に回転していくような感じ で、 そうですね、もともとサイドローテーションというか横の回転はあまりないプロだったんですけど、さらにそれをちょっと磨きをかけたということですね。なるほど、はい、やはりもう26期の愛好プロでもやはりもう年々自分で研究をされて、今時のボールと今時のレーンコンディションに合わせるにはどうしたらいいかというのを考えてますよね。はい、はい、ですね、はい、だからこそのまあこういうピンを、ね、倒すことができる、ね、ということで、はい、ですから薄めでも倒れるようなかといって力を入れてしまうとボールが今度滑ってしまいますので、その辺を今考え合わせて投げてますよね。はい、アイコープロは第3第4フレームでダブルが来ました。いい、素晴らしい、はい、気持ちのいい、はい、そうですね、ガッツポーズも出ました。柳プロもダブルです。ここでくねっていう感じがするんですよ ね、 そうですね、そこ、そこでタイミングを取ってるような感じなんですね。でちょっと足もずり足なんですけど、そのフォロースルーが もちゃくちゃ大きいんで、はい、これがやっぱりいいボールを投げる秘訣ですね。多分テレビをご覧の皆様も一番気をつけてほしいのは、はい、手の伸ばし方ですね。手を本当に目標に向かって肘を曲げずにまっすぐ伸ばす、まあ、最後に曲がるのは全然いいんですが、はい、なるべく手はまっすぐ目標に向かうということですね、はいはい、気をつけたいと思います。ターキー来ました、アイコープロ。今シーズンはポイントランキング17位というところに、ね、そうですね、ちょっとのシード入りの18位のところが上位いかないとっていう本人の気持ちの中にもありますので、はいはい、ここはしっかりと打ち上げていきたいところでしょう。あ、ただ第5ゲーム177、そうです ね、 ちょっと前のゲーム良くなかったですね。そうですね、はい、柳プロは前のゲームは162、あ、やはりともにあまり良くなかったんですね。なかなかね、2人とも打つ場合もあるし、はい、逆に2人ともダメになっちゃう場合も2人でだけってあるんですよね。そうですね、はい、柳プロは9位、愛好プロは現在11位という順位になっています。そうですね、4位までに入らないとテレビ決勝には進出できないということになります。はい、いかにして順位を上げていくかというところですが、上位陣が好調ですからね。そうですね、はい、スコアを本当に落としませんよね。落としませんよね、はい、ただやはり何があるか分かりませんので、そうですね、最後までね、はい、まだあと4ゲームありますんでね、はい、一つでも一品でも多く倒していきたいというプロです。アイコプロはターキー、第5フレーム終わって、柳プロはオープンフレームを2つ作ってしまいました。そうですね、ビッグ5というね、スプリット、27番もやっぱりちょっと私が見ると27番の方が少し速いような感じ、曲がらないような感じなんで、はい、柳プロちょっと左に引っ張っちゃったんですね。だからその分、今回のコンディションは左に引っ張ると左に行く、右行けば右行くっていうね、ちょっと全日本仕様みたいになってますんで、だからきちっとコントロールがないと打てないですね。なるほど、はい、フォースは来ませんでした。そうですね、アイコプロも先ほども薄めだったんですね。ですから27番のがまだ曲がりが足りないな、少しキャリーダウンといって油が伸びてるだろうっていう予測のもとにちょっとずつ変えてるんですけど、はい、思ってるよりもボールが先に行ってしまってる状態ですね。あ、はい、なるほど。今回のレーンコンディションは、はい、42フィートということなんですが、まあ、いわゆるうんと打ちやすいコンディションではないけども、しっかりコントロールができればナイスゲームが出るというような感じですね、はい、さすがもう全日本というところですね。全日本はやはりそういう意味ではやっぱりコントロールのいい人、実力のある人が、ね、上位行くという形になりますんでね、はい、オープンの後は柳プロもストライクを取りました。稽古プロ、このセブンピンをしっかりと取ってスペアにしたい、はい、スペアもね、本来は、まあ
両サイドどちらか触ればスペアになりますよね、でもできるだけピンの正面で取るということを心がけてますね。正面で取るということは、はい、ピンの真正面で取るということはコントロールが安定してないと取れないんですよ。でそれがどっちかにずれるということは、自分の投げ方が悪いということの判断になりますので、必ず正面で取る、これがやっぱり基本ですね。なるほど、はい、あ、ナイスダブルですね。ダブル来ました。フレーム愛好系国語です。ちょっと内側かな。あ、ラッキー。そうですね。本人もあ、ボールが行っちゃったみたいな感じだったんですけど今ね。笑顔が出ました。こういうのは大きいんですよね。後半にかけてやはりこれをきっかけにストライクをつなげて、247までありますんで、はい、この2人のところまで来るともう4位と180ピンぐらいありますんで、もう本当にビッグスコアを連発しないと届かないですからね。まあ、良いは無理にしてもできればね、本当にベスト10に入るというところまで行きたいので、はい、そうですね。柳プロもここまでポイントランキングは42位ですが、はい、本当にもう一つでも上にというね。そうですね。実は第2シードっていう枠が36位、あとまあ優勝した人を入れると今回は多分40位から41位ぐらいまでは入れるんですね、ですから柳プロもここでちょっと踏ん張らないとあまりこう順位を下げたくはないという、第2シードはぜひ死守したいというね。そうですね、はい、来年を見据えての、もう本当にこれは今年度のラストの戦いになりますから、ね、はい、来年度を見据えて戦っているプロの皆さんです。あー、ついてない。ちょっと暑かったんですけどね。薄めに行ってただけにね。そうですね、まあ、調整はしたんでしょうけど、はい、思いのほうかピンの手前で少し曲がってしまいましたね。ちょっとね、行っちゃうから、そうですね、はい、もちろん思いますけどね、最後の曲がりが大きいですからね、はい、さあ柳プロは6フレームからターキーが来てますので、フォースを狙いたいファンデーションフレームになります。普通は2つのミスでダブルとターキーがありますので、本来ですと、スコアが、ね、190ペースに戻ってるんですけど、実際カウントがもうゼロということで、はい、もう一つ来ないと戻ってこないですね、はい、これは来ませんでした。カウントないんです。まあ、本人も分かっているだけにちょっと悔しそうな表情でしたね。そうですね、やっぱり基本ベース200点というのはもう最低限必要なスコアという考え方をしますね。もう180とか160もやってますんで、もうこのゲームはとにかく挽回しようという2人ですよね、先ほどがね、はい、本当ロースコアだっただけに、はい、そうですね、ファンデーションフレームはストライク。これ面白いもんで2つのレーン使ってて、今ヤイコプロ見ると右側のレーンは全部ストライクなんですよ、はい、左側のレーンはストライクがないんですよ ね、 そうですよね。ターキーの間の1つだけですからね。同じようにコンディションを引いててもやはり左右で違ってきますし、伸び方も違ってきますので、その辺を選手は、ね、考えながら1ゲームを戦うわけですね、はい、またこの中継レーンはライトも、ね、ありますから。そうですね、右側のレーンはどうしてもライト当たりますけど、ただ今は本当に照明も良くなりましたしね、昔ほどレーンの変化っていうのはなくなりましたね、はい、そうですか、はい、私たちが現役の頃はもうもっとライトがいっぱいありましたんで、もっと変化が早かったですね。早かったですか、はい、やはり掴むまでに時間がかかったり。そうですね、例の変化も早いし、自分が掴むのにもちょっと時間がかかったというのがありましたね。
さあここ大事ですよ。さあ来るでしょうか。取るか、入った来た気持ちが入ってました、はい、これは本人嬉しいですね。倒れろ倒れろというねアクションがありましたが、愛子プロみたいなベテランでもさっき言った投げ方のこと、それからアングルのこと、そういうことを考えながらやっぱり投げてますんで、はい、こういうストライクは非常に嬉しいですよ ね、はい、この笑顔です、はい、さあ柳プロもパンチアウトして次のゲームにつなげたいところですね。ナイスボールですね、はい、ました。まずはテンフリット目ストライクです。残りあと3試合ですからね。3ゲーム、3ゲームですね、はい、そうですね、失礼しました、はいはい、3ゲームですから。今日の準決勝というのは9ゲーム投げてまして、はい、3ゲームごとにこう区切ってあるわけですね。その切れ目切れ目の3ゲーム目、6ゲーム目、9ゲーム目というようにその切れ目切れ目のゲームというのがすごく大事で、次のシリーズ、いわゆる次のゲームにつながっていくものなので、はい、そこの切れ目のところではいいスコアを打って次のゲームにつなげたいというのはどの選手も思ってますので、はいはい、いいイメージのまま。ここはパンチアウトをしたい柳プロです。そうですね、はい、さあどうでしょうか。入りました。ナイスボールですね。213ですね、はい、213で愛子恵子プロは第6ゲームを終了しています。さあ集中して最後の一投に臨みます。柳美穂プロどうだ、来ました。ナイスパンチアウトですね、はい、見事なパンチアウトです、はい。第6ゲーム柳プロは209で終えることができました。はい。